はい、というわけでユニバーサルカマー西日本終わりました。初めての岡山、どうだった？高かった、本当に楽しかった、ね、どこの傘にも入れるんだけど、うん、みんな暖かい。暖かいね、暖かいわよ。もうあ、もう私のお腹とか別にね、全然大丈夫くらいの勢いじゃない？そうですね。そして初めての博多、どうだった番組？あのね、俺、前回さ、ライブできなかった。あ、そうよね、そうよね。だからものすごい嬉しくて、最高だった、最高だった、ね、そして2度目まして、大阪名古屋、どうだった？大阪名古屋ね、まあ、ちょっと、トラブルもね、トラブルも、はい、トラブルがちょっとあるぐらいが、あれだよ、いつもの言う、思い出は近づいていっちゃう、ちょっとメイクとか落ちてるんだけど、やだ、私ね、うん、思い出は、プライスですよ。北も頑張ろうね、頑張ります。はい、行くわよ、せーの、北の VTR、どうぞ。ね、ひろくん、はい、全国のヒロファンのために、はい、鼻の穴を見せてください。で、またそういうじゃあそんな浜さんのお茶ん、ぜひ何、まず最初にはい、よし、じゃあそんな浜さんに免じて、だん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 、きた、ここの差分かる。汚い、この状態も見てよこれ。ひどい、すいませんの顔やって、すいません、すいません。おいしい、あのね、滑稽。はい、今日はじゃあこれから、もしもウィザードの岡間さんが脱退したいって言ったらどうしましょうっていうドッキリを全員にね、マスミンとヒロ君とハルカに仕掛けてみようかなと思います。さあどういう反応するんでしょうか。それじゃあどうぞ。
なんてドッキリでーす。なんだよ。なんおかしいことなんだよ。だってさ、だってさ、しまった赤いのついてた。点滅あるよ。はい、ちゃっちゃちゃーって。ドッキリ、一人だけ成功しました。ちょっと心臓がもうほんと止まるかと思ったんですもうやめてくださいそういうことを岡間さん絶対れー絶対れー途中でテープが終わってしまったはるかさん、はい、あの必死で冷静を装ってみました。あの社長が入ってくるタイミングは最強にベストだった狙ったんじゃないかという本当に大成功